ご飯食べた後なのでちょっと多めです。ちょっと130円。はい、じゃあ取ります、はい、うん、無事にしてみたいな、ね、全般的にカペカペしてるね、この周りが。あら、こっちの目が赤い。赤いですか。あら、本当だ。ね、こっちがこれぐらいだから。目薬ありますよね。はい、このバンクリーが、はい、やってます。やってます。何回やってます？4回、一日にリサッと一緒に。四回やってる。はい。そう、じゃあもう一個かぶせていいですか、目薬。あ、どうぞ。これはホウ酸とヒアルロン酸ね、プラノプロフェンという消炎剤、これも調査しますから、ワンクイーンやって1分ぐらい間置いてから、まあ、やから、だからご飯やるときに最初にこれやって、あ、ご飯終わったらやる感じ、うん、そうそう、そういう感じ、毎回毎回、で、目、ちょっと白目のところ見てください、はい、これがまあ白くなったらやめて大丈夫、そうそう、白くなって24時間経ってからやめてください、24時間、はい、これが消えてるわけね。じゃあそれとプラノプロフェンも出しますね。はい。どこでいいか。いいですね、これ。まあ免疫力が下がって落ちてる子だからさ、申し訳ないけど起こり得るんだ。それでまあワンクリーンさせてもらってるんだけど、はい、じゃあ普通にしてください。ごめんね。お腹さ荒らして。ごめんね。食べた後だからね、胃がちょっと、うん、ちょっと触りますね。硬くはない。はい、で健康チェック表チラッと。あ、そうか。抗酸症状なんで、はい、100。はい、じゃあ持ってきて。すいません。はい、ごめんね。はい、じゃあ、胸の中とお口。はい。ゼロなんだよね、これ。食べないですね。これは、丸なんですよね。あ、丸。元気は丸なんですね。元気はよくあります。元気はまあまあ、まあまあある。あの、部屋に出すと、普通にちょい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 走り回る感じですね。わかりました。体重のぐらいなんだ、500。これが、あの、朝やる前。あ、朝やる前です。一番最初。あ、そっか、こっちか。208から多いと533ぐらい。私も1本ですね。はい。このリピーティングは6グラムを4回。はい。で、今日は。今日3回。まだ3回。3回やってるの。今日3回です。今日ここだから。間違えました。一回ごめんなさい、ここ書き間違えちゃって。あ、だからここまでやってるわけ。はい、そうです。じゃあ今からさ、24時間ちょっと止めてくださいね。はーい。点滴するから。了解です。その時しか止められないから。ちょっと、だけど、点眼だけはしてるんですか？点眼だけは、はい。はい。じゃあちょっと輸液しますからね。明日の夕方からまた始めると。夕方、夜からね。もう一個お願いします。
はい。やっちゃったらさ、はい、こう、はい、まあでもさ、食欲だよね、頑張ってますよね、何度か体重も許されて何歳、今度の6月で3歳、4歳なんだよね。そうですね、ね、大変だと思うんですけど、ゼロの子さ、いいしようと思ったらなかなか大変なんですよ。すごい、そう簡単なことじゃないからさ。あ、ごめんなさい、先生すいません、あのスプレーをお願いできますか。はい、食べたくない子を食べさせる、まあ、この子は慣れてるからね、うん、6グラムが何分ぐらいできるんでしたっけ。でも5分、10分ぐらい、10分ぐらいで10分あれば余るぐらい。本当すごい、ね、うん、だからやる人も慣れてるし、される子供ちゃんも慣れてるから、うん、今ちょうちん千田さんが言ってくれたから、やっぱり食べんくなっちゃってる子だから、うん、分かんないけど、食べない子、食べない子、仲間なかなか大変ですね、やっぱりね。お腹痛くて食べないわけだからさ、あ、食べないわけなんですよね。だから飼い主さんもまだ慣れてないでしょ。でもこちらでやって、面会に来てもらって、やっぱり練習してもらってるんですよ。そしたらさ、ちょっとやりすぎちゃってさ、一瞬誤嚥仕掛けて倒れちゃったとかで、ちょっと私たちに忙しくて見てられなかったんで、すぐ見たらすぐまた酸素入れて、誤嚥とかあるんですね。ある、うん、ある、あんまり一気に寝すぎる。だからよくよく見たら結構時間の割に結構たくさん入ってたからさ、頑張ってやりすぎちゃったんだよね。その加減がやっぱり分かんないんだからさ、なかなか難しいんですよ。はい、じゃあちょっとみんながみんな掃除機の中にできることじゃないんですよ。水谷さんにご飯食べさせるっていうのはなんか素晴らしいんです。できる子でよかった、うん、暴れる子は暴れるし、おとなしい子は、そうそう、よかった、いるんですよ。ごまちゃんじゃなくて誰だっけ、走っちゃう子走っちゃう子、うん、顔から出そうとするときに油断するとそのまま隙間から出て走っていっちゃう子がいるんですよ。マメちゃん、マメちゃん、マメちゃん2回ぐらい走ったね、この中走った、距離との中を、すごい、でも食べないんですよ、その子も。自分ではやっぱり心臓がちょっと悪い、この子と一緒ですね。そうそう、食べさせてるの、食べさせてる、うん、その子は多少は食べるんだけど、やっぱり少ない。だからやっぱり栄養補助が欠かせない。栄養補助しながら薬やってもらってるんですけどね。さあ、それでね、どこまでやった、さっきの本願点でしたよね。よし、これやろう。おばちゃんが好きですか。わかった。美味しいね。たっぷりあげるよ。ご褒美ですよね。食いつきますね、家でも。これは好きなんだよね。薬も好きで、これも好き。あ、そうか、薬も好きなんだ。薬もすごい、なんかこれより好きかもしれない。え、これより好き？これより薬、水に溶かしたやつの方が喜んで、あ、そうなの？飲んでますね。確かにね。